ビートムジムにやってまいりました、赤坂見附駅から徒歩3分めっちゃ近かったっすね。そうだね、うん、で真向かいにセブンイレブンもある、はい、ポリッチありがたいでございますね。先ほど僕らはコーヒーを飲み、原田さんはモンスター、はい、でワークアウトも接種できる、はい、6月の12日にオープンしたばっかりなのかな、うん、ちょっと今回はレモンクラシックの前日の6月28日なんですが、その前にねちょっと僕がシンプルトレーニングしたかったんで、ビートムジムさんを使わせていただけることになったんで頑張ってトレーニングしていきましょう。はい、案件ではございません、勝手にトレーニングしたくて連絡しました。みんなで始発で乗ってきたの偉くないなんか元気やな、ほんと行きましょう。なんかすごいね、食べ物屋だっぱだったんだけどなんか来る時も美味しそうな匂いばっかりしてから、そうですね、甘い匂いしょったよね。立地的にはちょっとあれですね、敵が多いですね。そうね、ちょっと帰り寄っちゃおうかなみたいなね感じだったよね。明日レモンクラシックですしね。やばいやばい。パンはいつから食べてないですか。パンを見るか、パンは食べてないね、そういえば。あ、じゃあ買っちゃう可能性ありないわないわ、さすがに使えないわ。レモンチャンネル、はい、めっちゃ綺麗、うん、高級な海外のホテルに付属してる、すげえいいジムって感じ、うん、すげえ綺麗。ちょっとそわそわしちゃいますね汚いジムってさ雑にできるじゃん。確かに、うん、今日なんかメガネなんですね。あ、いえ、今から買います。お、あのコンタクトがね6時間置かなあかんやつやから。あ、そうなんですね。田中さん今日何やるんですか。今日はポージングの練習ですね。え見たことない事務紹介でポージングやってる人は全くないし溶けたプレートは戻しましょう確かに自分マナー講師やらせてもらってます。プレートはつけたら元あった場所に戻す。はい、皆さんこれ徹底してください。そうっすよね、よろしくお願いします。レモンが一番最初に来たのにプレートがついてるという。お前らならこのぐらいアップだろっていう、もしかしたら調整でもこれ多いっすよね。用意してくれてた。あ、うん、おもろい。前に持っていかれそうな人とかがこのまんまでキープできるから、うん、これはちょっと面白いと思う。あ、うん、おもろいおもろい、いいいいいいよ、うん、やっぱアップでしたまあアップだよねどうトレーニングしたらこうなるっていう。いや、このマシンでもすごいよ。普通さ、こう固定されとってっていうやつなんだけど、はい、こう自由に動かせるっていう感じなんだけど、はいはいはい、どうやったなんで左右違うん、こんなに。右手だけガングリオンで。ああ、じゃあ痛くてみたいなじゃあやらん方がいいよ、このマシンは。いつかガングリオンマジックっさっきナチュラルに消しちゃった、はい、定期的に消しちゃうから。あ、ガングリオン。そう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 、ごめんなさい、もうないです、ない方です。ビートムジム来たんで、ちょっと本日のガングリオンやばい、ちょっと増やしとくわ、ガングリオン。いやいやいや、その引きあると思ったんだよ、ガングリオンに。測り方はハンマーのあれに近そうですけど。でもなんかもういろいろ変えれる気がする。そうやね、うん、こうもこうやし。ああ、なるほどね。持ち手のグリップいじれるのはどのマシンもデフォルトの基本装備にしてほしいですよね、うん、人によってね肩幅違ったりとか、うん、ダンベルと同じぐらいここなんか自由度高い。めっちゃかっこいいですよね、このセクロジムの、うん、スタイリッシュなんやな、このすごいフラットな感じが。本舗初公開じゃないですか、原田さんが有酸素してるのって。ちなみにテクノジムのトレッドミルマジ高いですから、ね、マシンってね、いろんなメーカーあるじゃないですか、はい、サイベックスプライムとか、まあ、テクノジムとかそういうのナショナルブランドだと思うんですけど、まあその中でも高級ラインのもので一番高いのどれって言われたら多分テクノジムが一番高いと思います。くっそいいインターコンチネンタルホテルとかはテクノジムの最上ランクのマシンだけで揃えたりとかするので、多分まあテクノはほんまにいいです。いいトレッドミルって何が違うんですか。静音性と踏み込んだ時の体の上下がないとかそういう感じですかね。やっぱ安いこう家庭用とかになると足沈んだりするんですよ。そういうのが少ないっていうのが大きいと思います。まあ、ここで原さんにダッシュしてもらって確かめてみるでも実際その普通に歩いた時いや死なんでよ死なんでよ怖い一番足速いですからね、多分レモンの中で、まあね、あとダッシュおもろいよ体ごつい人のダッシュちょっとおもろい。いやでも 21.8km はほんまに速いで、フォームがいい、フォームがいいめちゃめちゃいいフォーム。ちょっと本当は怪我しないでね、これ相手だろ。おお、まだ行く。ちょっとやめてやめてやめて、下げたいのに体でかい人の、ね、ダッシュっておもろいんよ。トライのでかいしいや、おもろいな本当。今お客さんのいない時間帯なんで、ふざけさせていただきました。はい、うるさくしても今のところは、はい、大丈夫。でもうるさくなかったね。そうですね。はい、うちのトレッドミルだったら、あの今のダッシュしたらもう何にも声聞こえんぐらい。すごいわ、そう考えると。うん、いや、もういいマシンの紹介ができた。
It's a ganglion magic。 何するんですか今から。うん、秘密のアイテムを装着する。これを装着することで山田、片目やから。これ両目やった時すごいよ。これめっちゃ高級なホテルに属されてる自分。マジックアイたぶんアイキャッチにするのはやめた方がいい、うん、マジックアイいけるかなと思ったけど、まあ、手応えはゼロでした、はい、一回この動画でやってみて、うん、ちょっとコメント欄見ましょうか。本当に待って、恥を晒すだけ。こっちが恥晒す回数が増えるだけだからそれやめてもらっていい。逆になんでガングリオンマジックがいけてるのかもわかんないですよね。あれはだっていいでしょ、本当に普通に俺あれで、あれ一本で R1 出ようかなと思ってるこれはレモンの視聴者が悪い。え、だってあれってめっちゃおもろいんでしょ。え、あれでめちゃくちゃみんな笑ってくれたんじゃない。違うの、そんなの関係ねえとか、はいはいはい、なんかそういうのと並んで、いつかガングリオンマジックはさ、これから TikTok とかでいけるんじゃない。リミックスとかされて出してみます。いつみたいな感じの TikTok でされるよね、絶対。絶対されるよね。されるわけねえだろあのクールダウン中です走ったから、はい、あれその止めてくれる人がおらんとかあれ本当危ないね。確かにあの全力疾走のまま立った。誰もしないっすよリトムジム20キロ以上出ますストレートみたいなじゃんリトムのね女性のこのラインが初めて出たんです。それをあの着てます。なんかまだいろいろそのこう改良中っていうか、こうしたいあしたいがあったらみたいな感じでどん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 まだまだ進化していくと。どう、これ上下なんかあの一緒の感じではないんだけど別のものなんですけど、うん、合ってるよね。背中が絞れすぎてちょっとそっち、はい、ビートムのジムでビートムのウェアを着てトレーニングする。かっこいいね、ここのジム。すごいっすよ ね、 ね、うん、頑張ります。足の日なのに上半身もコンプレやるんですね。うん、まあだって担いだりする時とかのね、ハックスカートだとあんまり関係ないかもしれないけど、うん、でもまあなんかコンプレフロスは本当、特に新幹線移動があったじゃんか、はいはい、あれで座ってる時間長くなるとやっぱ体のあれずれちゃうから、なんか一旦しっかりリセットしてあげないとしっくりこない。結局まあなんか力が長くなるとちょっとずつ敏感になってくるんですよね。ちょっとした違いがこう気に食わない時があったりするから、それをなくすためにまあできるだけ基本巻くようにして、腕とかはね別に巻かないけど、はいはい、体幹部に近い部分は巻くかな。どうですか、これいいね。うん、いいっすよね。すごくいい。フロントプル系でもハンマーともしっかり差別化ができてるというか、うん、なんかちゃんとここにパッド、体にパッド当てないとうまく効かない、うん、普通のハンマーのフロントプルの感覚でやろうとするとちょっと微妙だから、ちゃんとこうしてやるととてもいい。トルクの中でも特にハンマーストレングスとの差別化ができてるマシンが入ってる。集中してください、その子供みたいなカメラ来た小学生みたいになってるんで使ったことないですか、このマシン。うん、私マシン結構使ったことないんで。おお、いいね。背中えぐいっすね。どうですか。いいね。なんか効いてる感じめっちゃしますね。するする、はい、いいね、ここかっこいいし。欲しいですか、このマシン。欲しいこのマシンとバッキンのバッグどっちが欲しい。まあこのマシンと。オーケーじゃあ買おうレモンで使えるんですね、じゃあこれはねえ、みんなが使えるじゃん。ちょっとね、レモンジムの隣テナント空いたんすよ、大きくしちゃおうかなとか、ね、増設ちょっとマジで賛成。サウナ作っちゃおうかな。おお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 お大会出ても1000からこの子何と何といける生だよね。この間見に行ったけどちょっとね、あ、影響されてる。ぽい顔だけはもう一丁前みたいな一丁前かもしれない。え、
モンチャンネル。小林さんもがっつりやし、僕の一番のメインの一番僕がやらなきゃいけないトレーニングカフレスです。なんかダイエットっぽいけど、ね、逆に抜けるっすよね、うん、どうすかこれは。ライアン狙いじゃないと微妙って感じかな僕は。広背筋狙いにしては他の方がよく効きやすいなと思うから、僕は別にこれ好きな人結構多いよ。わざわざこんなねいいジムにいて、なぜかスムスマシンを専用しカーフレーズばっかりやってるっていう。あ、これもあれですか、座ったカーフレーズ。少しってるカーフレーズ。こういうね地味なトレーニングが大切なんですよ。いつもやってんすか今。そうだね、種目は全然違ったりするけど、うん、基本的にその今は指導とハムケツで分けて、はい、どっちもの日もカーフはやってるっていう感じ。カーフ細いから僕の体の中でも本当にあの最弱。なんか黙々とやってたんで、うん、頑張ってるね今。すっごい頑張ってる。見てフルスタックやから。さすが軽いねこれ。顔色一つ変えんよ。パン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 つって最近調子いいけどね。ああ胸っすか、うん、110、10回できたみたいな。そうそうそう、だけどもうこんなんもう軽すぎて全然本気でやってないっすか。いや楽すぎてね、まあ、アップアップ、うん、正直フルスタックがアップ。まあこれもつけんでいいぐらい。へえーうん、だけどつける。まあ本当は息も吸わんでいいぐらい軽すぎて。でも一応うん一応ね。いやいや、ええ、はあはあ言ってますよ、ちょっと余裕っすか。息も切れてない。でもこれ結構いいわ、ちょっと絞られていく感じやから、はい、座る位置にもよるだろうけど、下部がギュッてなる感じがある。うん、結構いいね。なんかライフィットネスかハンマーかのこういう系のは、正直ね、なんか入らんってなるんよ。だけどこれはちゃんと内側に絞られる系、デルタフィットネスのマシンなのかな。多分デルタフィットネスがマックスパンプっていうブランド名出しとんやと思う。違ったらごめんなさい。お、いい。でもだいぶあれですね、シートが垂直ですね。僕はね、多分インナーサイの強度は他に比べて高いのかなっていう。みんなインナーサイちょっと適当にやりすぎじゃないっていうのはありますけど、まあ、分かんないっていう人も多いかもしれないですね。いや、あのね、いやこんな分かりやすいマシンない。こんな分かりやすいマシンない。頑張りゃ入るんやから。そうそうそう、テンポ感とかあの力の入れ方が雑、もうただのアップになっちゃってる人多いなっていう。やっぱね、内転はマジでボディビル的に絶対あった方がいいから。でもなんか迷ってる人というか分かんない人多そうですよね。どれぐらい追い込んだらいいかとか、はいはいはい、それこそ適当にアップになってるみたいな。じゃあもうちょっと1セット丸々移して。僕多分あのトレーニングの1セットの時間が多分インナーサイは1分超えると思う。 TUT をね、すごい長くやるようなイメージ。今さすがにアップだけで、これフルはちょっときついよな多分。ん？フル可動域ってこと？あ、フルスタック、うん、どうかな。チャレンジだけしてみようか。かなり浮くじゃん、ウェイトが。確かに、うん、かかりはめっちゃいい。あんまりないっすもんね、このマシンの解説動画というか。見なさいね、確かに、はい、でも鈴木まさしも田代誠も足取り前にやるからな。あ、これ、ね、第1種目目これ、インナーサウダーサイね、うん、この人ら重たい？アップ兼ねた1セット目としてはいいかも。一旦120で5センターで、ここにここからここまでで120なので、そうそう、ここ余白だった。椅子ごと椅子ごと、ああ、でもそれ系はそうっすよね。
で、椅子の多分高さも変えれるんですよ。椅子低いんじゃないですか。ちょうどいい。うん。はあ、いいね。こんな顔になってから長くやってる人いないっすよね、あんまり。絶妙に軽いとね、やる気さえありゃできるんだよ。今は割と軽めなんですか、こんがりさんにとっては。軽いは軽い、ただそのやり方次第だよね。テンポよくパンパンパンってやっちゃうと全然20発余裕でできるけど、コントラクトかけてゆっくり引き伸ばしていくって感じ。いいっすよね、これね。うん。シートがかなり垂直だからインナーサイの方がやりやすいかも。確かに。アウターサイになるとね、ちょっと人によっては少し立ててあげた方が。立てる？倒すか。何発目？分からん。多分20ぐらいだった。うん。やってた。画角的にはうるさいけど、ハムちゃんの邪魔には一切なってない。マックスパンって出てるかな。でもデルタのそういうラインブランド名。あ、でもいいね。ハンマーより好きかも。ハンマーよりはだいぶいいよ。何が違うんですか、ハンマーと。ハンマーは膝が痛い。うん。なんか膝に優しくないんだよな。なんか全体的にアーセナルっぽいんかな。アーセナル分からん。気持ちいいよね、普通に、うん、パンパン太郎のパンチャンネル。何してんすか、リカさんは。パンハンドボーニングでございます。なんか私ね、昨日ちょっとね、腰痛くなったんで、ちょっと今日は軽めにやってます。まあ減量はそんなに進んでるわけではないんですけど、はい、体幹があれなんかな、弱ってるのかな。あ、ちょっとね、お気をつけください。怪我にはお気をつけください。本当にそうですね、途中から1台でね、1台で十分ですよ、私たち。ちょっとみんなの流行りに乗り遅れてやってます。簡単に乗り遅れ。おお、いい。これ説明しようか。そうですね、これね、パッドがあって、はい、あのちょうどいい角度でね、固定できるのよ。え、これマジいいね。ね、すごいいいです。欲しいですか。欲しい、これいい、本当に。ハンマーのフロントプルよりいいわ。あ、そうなんですね。これマジ欲しいな。カキの人形みたいにいかないっすよ。マシンはきっとジム来たついでに持ってきたよとかなんないっすよ。そうそうそう、お土産でちょっとあのトルクのマシン持ってきました。あれ、ちょっとやらせて。はい、ここまで。そうそう、そこがいいっす。膝沈んじゃって、腰を浮かせて、うん、あの、そうそうトムプラッツのシシみたいな。膝が壊れます。マックがない自分は壊れた。でも僕、ジュニア優勝したとき、ハックスクワットやってなかったからな。でも、あったよ、ハックスクワットは。ん、ハックスクワットはあったよ。でもですか。シュッ、ジュニア優勝は、あ、そこそこないよ。うん、よしじゃないっすよ。まあ、設備を言い訳にすんなっていうことです。え、敵作った今。膝の前は足で。うん、ハックがないジムは公園っていうのはちょっと僕は理解できないかなって、うん、まあ、ハックは、うん、いい種目だと思うけど、別にハックやってても足弱い人いっぱいいるから、うん、インナーサイいっぱいやった方がいいと思うよ。おー、だそうです。私は一切関与しておりません。めっちゃ強くなった人たちが外側抗筋を狙ってアウトライン良くしようっていうのは分かるんですけど、そうじゃない人たちが外側抗筋外側抗筋って言ってる風潮は、僕はまだ順序違くないって、内もも詰めろやって思っちゃうんで。
そうだな。ダメな香りがした。香りがしたの、うん、聞き察知能力大事やから。はい、害悪。はい、害悪でした。やっぱり直感って当たるよね。この人害悪そうだなと思ったらやっぱり害悪だった。やっぱそんなもんかなって先にやっといてあげるのさ、怪我人のために。あ、ちょっと怪我人が。ちょっと怪我人が、そこそこの怪我人のテイスティングですね、っていう気持ちでガヤコジさんたちはやってるんでしょうね。善意でしょうね、あの人たちもね。だから怖いんですよね。どう？うん、よい。ガヤコジさんだ、うん、なら配慮してくれ。あ、違う違う違う。でもいいよこれ、まあ、ちょっと明らかに角度立てすぎた感はあるんだけど、はいはい、まあ、それに気づいてはおるけど、まあ、いったらいいかっていう。うわぁ、これ撮るのはほんまにやってくださいよ。絶対嫌ですからね。重さ変わったか。うん、ちょっと重くなってます。ここにこうやって刺すやつもあるんですね、初めて見て。あるけどこれしんどいよね、足終わった後にこれ外すんやっていう。確かに普通にもう一個高さ作って横にある方がやりやすいわなと思うんキロすかこれ。え、わかんねえ、140とかじゃない。初動は一応40ってなってるけど、パックの初動を計算に入れたくないんだよ。プレートのみ140です。もう足はもう万全ですか。全然、普通に今日はね、多分雨降ってて気圧の関係があって膝がちょっと痛い、できなくはないけど、でもこれ定期的にやっぱ病院行って MRI とか取って骨の色変わってないか見ないと。あと1ヶ月に一遍くらい本当にしっかり足オフにして回復させる時間とか設けた方がいいかもしれません。今特にね、週2にまた戻っちゃったんで、ブルガリアンとかで膝もまた使ってるんですよ。疲労管理ね、うまくできないと。ブルガリアンやらない無血の日を作ると、もう足を1週間完全に丸々休むみたいな感じとか入れた方がいいかも。まあ、多分ね、治らん。あー、もう完治はせん。付き合っていくしかないみたいな。そう、あと9年か、持てばいい。だいぶ可動域狭くしてやってますか。まあそれは今ちょっと膝を支点として股関節のためです。あー、うん、痛いから。そう、これだったら全然できるんで。地味でしょ。何やってるんですか。これはカーブでございます。地味なトレーニング。地味なトレーニングです。でも大事っすもんね。大事だよね。カーブさ、意外にさ、大会出たりするとさ、はい、つるんだよね。へぇ、本当につる。なんかまあカーブとかさ、やっぱり足がつりやすいけん、やっぱりこういうのをしっかり鍛えとかないとないんだよ。普段からやっとかないと。普段からね。へぇ、なんか
ハーフ育たないからさ、ちょっと逃げてたの、はい、もういっかと。でもさ、あの元の式になってメニューにちょいちょい入ってるんで、そうそうね、させられてます。でも釣るってことはなんか塩分とか水分とか足りないんですね。まあそういう関係もある、うん、あとでもまあ弱いってのもあるんかもしれない。シンプルに、本当にシンプルに普段力入れないから、うん、私足のトレーニングっていうか、そのトレーニング始めた頃ってすっごい足が冷たい、もう毎晩のようにやっぱり弱いけんだろうなと思って、別に水分もその時しっかり取り寄ったしね。ああそうなん、シンプルに弱いんかもしれない。今年は釣らないと思う、多分。なんかリカさんがタラドマンが腹筋してるって遠くから言ってます、ね、なんか聞こえた。おちょっと割れてきた。そうですね、ライティングによってはすごく割れてるんだよ、うん、ほらほらほら、あっちあっちこっちは偽物。あれここ悪いな、ちょっとライティング悪いです。ライティング悪い。僕の絞りは完璧。あとはライティングだけ。あとはライティングだけ。ステージでちょっと調整してもらって。カネキンに言われますよ。ライティングもやるんだって。ライティングによって変えるんだよ。カラーリングをね。はい。一応知ってはいるんですけどね。はい、でもやっぱライティングのせいにしていきたい。こんなに。これもカーフですか。はい、ヒラメでございます。2種目もやるんですね。結構あれだよ、スタンディングシデと、はい、座ってのやつと、はい、あとあのドンキーカーフ、だいたいこの3をやりますね。まあ今日は2種目ですけどね。立ってやるのと座ってやるのでなんか感覚違うんですか。使うところが違う。あ、そうなんですか。カーフもなんか分かれてるんですね。分かれてるんだね。私もそんななんか全然一緒だろうぐらい思ってたけど、そうやってね鍛えていくんだなと。まあそうだよね、だって肩だってさ、ね、肩じゃないもんね、うん、前と横と後ろとね大きく分けるとあるし、どこもそうだよね。筋肉をつけるのは奥が深いですよ。未だに感じますか。未だに感じますよ、うん、これでいいっていうのは、ね、ないからね、うん、じゃないとさ進化しないよね。そうですね、納得したらさもうそこで止まっちゃう気がする。終わっちゃいますね、行けるところまでやりたいよね。確かにね。全部終わりました。楽しかった。いやだいぶハードにやりましたね。本当、はい、やっぱ両サイドはすごい頑張ってました、ね、やってました。ここの2人は逆やあんまり、あんまりだった、ね、あんまりでしたね。なんかまあ、まあ、まあ外やるとねそうなりますよね、うん、まあまあまあ仕方ない仕方ないって感じ、パンプさせるだけここは、うん、この動画がいいと思ったら。ライティングも良すぎてちょっと勘違いしちゃうね。ね、確かにだいぶ絞れて見えそう。絞れて見えちゃうんだから、うん、で、ジムの方にはこうアパレルの方とかね、プロテインもすごい手に取って買います、うん、今度レビューしてって言われてるから。あ、そうなんですね。プロテインレビューします。多分普通にうまいで、使わないんで。いやでも多分ね、普通にうまいんだよな。あれどっかのパッケージでめっちゃ似てるみたいな。それだけは絶対に言っちゃダメやろ。リータマナーみたいなレディース最近レディースがね出てる。タムちゃんこれ似合うんじゃないですか。確かに俺が一番マッチョに見えるあれやな。いい、うん、しかも胸も盛れるし。そう、うん、これパッド入ってる。これでもなんかすごい作りしっかりする。パッド入ってるってそんなことける女子。すごい結構気になるポイントじゃないですか。すごい、そうだね。そうだね、まあ、わざわざ、ね、私は一番気になるポイント、パッド入れると。男性の方はね、あのサーフパンツもあると。サーフパンツね、サイズ感分かんない人、ね、そう、うん、多いと思うんで、でもいい、ね、ちょっとね、ビートモさんこの伸縮性があるから、あの割とこう、FWJ、IFBB プロリーグ側の方は絶対こういうデザインの方がいいと思うんで、うん、多分、うん、サーフパンツね、ほんとね、試着せずに買ったら地獄見ることありますからね、うん、パツパツかゆるゆるか、うん、ゆるゆる。で、もちろん普通のアパレルの方も試着できるよと、うん、とてもいいジムですね。ね、赤坂見附駅から3分、10番出口。はい、ちょっとね、今はビジタリオがないみたいなんですけど、もしかしたらできるかもしれない。しばかんない、それは。でもね、値段別に高くないし、ね、赤坂なのにこの値段なんやって思ったもん。うん、いいっすね。しかもまあ、マシンのクオリティがね、うん、だいぶ高いな。デルタいいっすね。デルタマジでいい、うん、あと、あれ、トルクのあれ、はい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 、あれマジでいい、初めて触ったけど。フルのハックスクワットも良かった、うんうん、もうちょっとね、膝元気だったらやれたと思うんですけど、クソ悔やまれる、はい、また来ましょう、はい、はい、それではこの動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。レモンチャンネルの花丸とリカさんとこんがりとハムちゃんでした。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。レモンクラシックのオービス東京、無事終了いたしました。来てくれた皆様ありがとうございました。至らない点も多々あったと思いますが、ブラッシュアップして8月10日のレモンクラシックのオービス大阪をより良いものにするように努力してまいりますので、チケットの方まだまだ売ってあります。よろしくお願いいたします。